91のショートです。フォロー。これちょっと噛んだね。まあ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 、フェアウェイフェアウェイ。ちょっと砲台っぽい感じですけど、お、うまいんじゃない？ちょっと大きいかも。ちょっと大きい？うん、ちょっと大きい。落ちてきてるって。どう？ナイス、ナイストライ。もうちょいだった、もうちょいだった、本当に。まーい、何事もなく。ナイスボギー。来ました、来ました、名物5番ホール。すごい。これは浮島のミドルで、浮島に乗せてセカンドで狙う。やばいよ。こちらでございます。でも割と、あ、でもみんな左攻めだね。みんなはやっぱ右に行ってない。入った、え、入っちゃった。入っちゃいました、前の組は。浮島チャレンジ行きますか。チャレンジ行きましょう。奥崎ちゃん、浮島行きます。そうだね、普通に打てばいける。そうだよね、普通に打とう。普通に、普通に、おーっと、おー、なんか不思議なとこに当たったよ。あー、いったー、右狙いすぎた。うまい。でもナイスチャレンジです。お姉ちゃんはどっち行きますか。私もじゃあ浮島で。あ、じゃあ行こう。てか浮島の方がさ、打ちやすくない？そうだよね。あの、正直左狭い。そうだよね。うん。浮島にお姉ちゃんも行きます。お、戻ってる。ナイス。うお、食べ過ぎ。嘘、大丈夫だと思う。大丈夫だと思うよ。思うけど、めっちゃ飛んだけど。分かる、大丈夫だと思うけどね。やば。多分大丈夫じゃない。またこれ止まってると思う。嘘、本当？ドライバーじゃない、ドライバーだと飛びすぎちゃう。ちょっと待って、そっちは、あ、ダメだよ。あ、嘘嘘、やめて。お茶。うわー、音がすごい。惜しい。当たり。めっちゃいい当たりだった。当たり。そこに。全員インケでした。次は反省を生かしてね。次来た時に。池にまたはめたらマジで。いや、池屋さん。うん、ナイス、うん、左狙い、左いいよ、安全安全。ナイス、安全です。あ、落ちてる落ちてる。おー、めっちゃ寄ってるじゃん。左、
狙っても大丈夫かも。確かに。あそこ傾斜してるんだね。大丈夫。止まる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 。島が浮いてます。なえちゃんのアプローチは難しいですが、まあまあ傾斜は結構下まで降りていくと思う。ちょっと食われた？あ、でも行く行く、もっともっともっと、あ、行ってる行ってる、もっともっと行け。でもタッチはジャストじゃない？うん、ナイス。うん、ナイスナイスボギー。皆さん、はい、ですね、視聴者の方と交流を持つために考えました。視聴者に聞きたい自分の課題コーナー。何それ？例えば、はい、徳崎ちゃんが今苦手とするもの、まあ、課題としているゴルフの、ショットとかがあれば視聴者の方にコメントで書いてもらいたいと思います。なるほど。はい、徳崎ちゃん今悩みはありますか？悩みはいいショットが出る時もあれば、うんうん、まあ、曲がる、うんうん、悪いショット、方向性が悪いショットが割と出てて、うんうん、それをなくしたいというか、それが出ちゃうから悩んでます。なるほど、はい、どうやったら曲がらなくなるか。そう、曲がらなくな、まあ、距離はちょっと飛ばなくなってもいいから、うんうん、曲がらなく、まあ、曲がらないボールが打ちたいです。お、うん、全体的にドライバーも、ドライ、まあ、基本はドライバーかな。ドライバーね、うん、大きくドライバー曲がらない方法。どうもドライバー曲がらない方法を聞きたいです、はい、じゃあ七重ちゃんは？私は結構傾斜が苦手で、うんうんうん、特につま先上がりの傾斜が、うんうんうん、タイミングがずれて右にこう行っちゃってるから、うんうん、傾斜に強くなりたい。先上がりの傾斜を右に行かないようにするにはどうしたらいいか、うんうんうん、ではこの2つ皆さんコメントでたくさん書いてください。お願いします。願いします。なんでもないホール。なんか後半の方があれだね、普通だった。なんでもないホール多いね、うん、私も、そういうこと。私も何でもないホールが多いのになんか難しい。そうそう。あ、大丈夫大丈夫。カート道カート道。あら、なぜなぜ。うん、ナイス。ど真ん中に。3打目です。ナイス。お、いいんじゃない。バンカーがあったら終わりだ。手前バンカーだけど奥どうだろう。今大丈夫そうだったけどね、なんか転がり方的に。うん、やばい。右、右っぽい。右バンカー、右バンカー。多分一緒だ。右サイドに。いいよ。待って。タイムやばいかも。なんか嫌な予感がする。何何何？ちょっとフォロー分。これバンカー。バババ。バババクラブがない。割とちょっと弱かった。
ナエちゃんパターはもうやばいです、すごい傾斜です。おおおいやでもナイスだと思う。いやそこからはナイスよ、うん、みんなだね。YouTube のこれ小さくもうちょっともうちょっともうちょっと YouTube のチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。